はい。チャオ、カメ亀カです。というわけでね、えー、今日はですね、あの銘柄をですね、特集していきたいなと思っています。皆さんからね、結構質問があるんですよ。ちょっと最近ですね、非常に下がっているので、どこがね、えー、下値になるかとかね、今後どうなっていくかってことをね、ぜひ予測をしてほしいという、そういったね、質問とかコメントが非常に多いので、今日はね、えー、それを扱っていきたいと思っております。もちろんね、さらにですね、今日材料が出たんですよね。まあ、良くない材料ですけども、まあ、これについてもね、解説をしながら、 じゃあ、ちゃんと見ながらですね、買い場あるのか、買いなのか、売りなのかというのをね、えー、しっかりと検証していきましょうということになりますが、もちろんね、株式投資は自己責任になりますのでね、ぜひ皆さんね、その点はあのご了承いただいた上で、皆さん内にですね、最終的には、えー、ね、戦略シナリオのを立てる、その参考にしてもらいたいなということでお届けしていきます。ということで今日ね、取り上げるのはトヨタ株ですね。えー、今日ね、ついに国交省がですね、トヨタとホンダ、 まあ、それ以外でもですね、日産、松田には入ったのかなまあ、その、モビリティ4社に対してね、かなりいい、まあ、不正に対して圧が入ってるってことで、まあ、今回、えーまあ、松田、ヤマハ、鈴木か、あ、日産には入ってないのか。もう、ごめんなさいね。日産には入ってないのかなまあ、トヨタはね、えー、まあ、入ってるよということで、不正行為報告ね、国交省5社に立ち入りってことで、 えー、まあホンダ、トヨタ、マツダ、ヤマハ、スズキなのかな。か日産は入ってないってことですかね。えー、ということだと一応このね、引用した記事上では、えー、読み取れるということになってますね。うん、まあトヨタね、まあ、正直、えー、今年初めぐらいからずっと不祥事、連発をしていてね。まあ、日産は去年ぐらいかな。うん、そこから始まって、大発ですよね。そして、トヨタ本体という形で、まあ、かなりですね、まあ、認証、 不正ですね。えー、こちらの方が騒がれていたということになるんですけども、その割には株価ね、下げなかったんですが、まあ、ここに来てですね、まあ、えー、2ヶ月ぐらいずっと調整局面の中で、えー、株価が下げ続けているという中で、まあ、不安な方も結構多いと思います。で、トヨタの不正はね、やっぱりずっとここまでね、拡大路線をしてきたというのももちろんあると思うんですがですよ。やっぱりですね、まあ、このね、この安全形視と言いますかね、まあ、無理してきたんだと、 思いますし、それを、まあ、叩かなかった。まあ、メディアもね、結構、まあ、今回良くないんじゃないかなと思ってます。やっぱトヨタを叩けないっていうメディアに限界を感じましたね、今回ね。今回これだけね、その不正をして、さらにですよ、国交省も入って、ね、トヨタに対して、ね、調査をしてるわけですけども、まあ、ニュースらしいニュースってやっぱり出てこないですね。これね、理由はも簡単で、まあ、スポンサーですよ。 やっぱり巨大なね、マネーを動かすトヨタっていうスポンサーが、に対してにしたくない、イコールニュースで扱えない、メディアで扱えないというところで、あれだけガーシーとかね、まあ別にーガーシーを支持してるわけじゃないですけども、ね、他のね、えー、ことに関してはね、もうすぐに、もうすぐにバイドショーとかで扱うのに、もうトヨタに関してはほとんどね、何もないと。ちょっと扱うぐらいですよニュースでね。まあこういうのはね、やっぱりね、その、お メディアの限界と言いますか、えー、スポンサーとのね、えー。さらにですよ。やっぱりトヨタがそれ,それによって、うん、ずっと、まあ、事できなかった、うん。自分でね、自分のことを浄化できなかったっていうことに、まあ、今回起因するんじゃないかなと思ってます。まあ、そう考えると、まあ、これがね、不正が出始めたのは、当然去年からですけどもね、明るみになったのは、当然その前からね、調査は入ってると思いますのでね。うん、大体税務調査ってね、えー、入ってから1年ぐらいかけて、長い時なんですよ。 結果が出ますので。だから、あの、創業、ね、一族のトヨタさんでしたっけ名前ね。が、まあ、引退したじゃないですか。で、次のね、講師にバトンタッチだ、みたいな形でやったのは、まあ、初めからこれ、折り込んでたのかもしれないですよね。うん。規制路線として、入る。で、調査が入って、で、それが明るみになって、おそらくメディアに広がって、国交省もね、立ち入り検査をして、この後おそらく何かしらの、お懲罰が出るかもしれないっていう、 その1年半ぐらい前、1年前のタイミングで、まあ、そのね、えー、経営を吸い添えたというのは、これに備えてだった可能性も十分ありますよ。うん、これ深読みですけどね。うんまあ、自分は経営者でありますしね。だからまあ、なんとなくそういったことを感じることになるんですけども、やっぱ創業一族は怪我したくないというね、えー、そういった思いもあったのかもしれないなと思っています。これわからないですけどね。うん、まあ、優秀だったと思いますけどね、もちろんね。そこを否定するんじゃないですよ。うん で、えー、まあ、自動車ね、え、メーカー各社の現行者数ってことでね、まあ、トヨタがまあぶっちぎりなわけですよ、うん。もうダントツですね、うん。で、それについて、ホンダ、日産、鈴木、スバル、松田とかね。まあ、ほとんどまあもう残りは全部同じぐらいですね。同じぐらい。うん、三菱さんもね、えー、まあ、同じぐらいってことで頑張ってるんじゃないですかね、三菱自動車ね。そういった意味では台数減らしてないのでね。まあ、トヨタがぶっちぎりで、で、トヨタがぶっちぎりなのに不正をするときついってことなんですよ。 どういうことかというと、ガリバーは巨人なわけですよね。巨人なのに不正まで始めちゃうと、他のところってもう勝ち負けの、その土俵に上がれないですよね。つまり業界全体が歪んでくる。この業界の構造がもうね、立ち行かなくなりますよね。だってね、トップでもう4倍、5倍、もう社数も開いてるし、売り上げに対しても圧倒的な差があるのに、そのトップランナーが 実はね、えー、エナジードリンクって言いますかね、ドーピングしてますって言ったら、勝負にならないですよね。そしたら他のところはどうするかって言うと、不正って言いますかね、まあやるしかないみたいな、うん、ことになっちゃいますよね。これがまあこのね、モビリティ全体が不正に足を染めていたという、まあ、末尾に至った、まあ一つの原因なんじゃないかな。だからトヨタの責任は非常に大きい。僕は大きいと思うんですよ。 なのに、まあメディアとかがそれほど取り上げないということに対してどうなのかなとは思ってますね。事情できないんじゃないかなとは思っていますよね。不正破覚してもなぜトヨタの株は暴落せなやろかっていうね、ニュースもあります。僕もこのチャンネル実は言ったんですよね。トヨタなんか不正すごい出てるけど、なかなか株下落しないし、メディアも取り上げないよねって言ったのがちょうど今年の1月ぐらいですよね。まあようやくそれが、まあ、うん、少,し少しずつ少ずつね、えーまあ、改善されつつあるという中で、まあ、4月からですね。 この不正がみ実際になってメディアがね、しぶしぶ取り上げて、来たのがこのぐらいですよね。そこからはちょっとね、株価が、もちろんあのね、踊り場宣言もありますよ、新社長のね。ここからちょっと踊り場として、一旦、うん、ちょっとこう土台を作るみたいなね。まあ、それもこれをなんか意味させてるのかもしれないですけどね。と、うん、いうてところで、ちょっとね、株価が難聴になっているという状況に今ありますね、トヨタ自動車ね。もう2ヶ月ぐらい下げ続けてますね、下落トレンド。3ヶ月ぐらい続ける可能性も、 ありますけどね、うん。大体3ヶ月1相場、うん、ぐらい。まあ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、うん。まあそう考えるとね。あともう1ヶ月ぐらい、うん、下がってもおかしくはないかなと。行ったり来たりしながらね、と思ってます。そう考えると、まあ下値予測はね、僕の場合は3000円ぐらいがね、一、えー、つ区切りとして、まああるんじゃないかなと思っています。3000円はね、ちょうどここで一気に急騰して窓を開けたタイミングでも。 ありますので、まあ、この上げを帳消しにして下がると、いってこうになるということを考えると、まあ、一つ3000円かなと。もちろん、これは、大きなね、えー、業務改善命令とかが国交省から出なければの話ですけどね。出てきた場合はもう、ここを切ってくるとは思いますけども、まあ、何もなくて、無事にそれを通過して、えー、ね、うん、まあ、訓告とかね、うん、まあ、それぐらいで済むんであれば、まあ、この3000円ポイントかなとは思っています。逆に、まだそういった意味ではね、えー、下げ、 いく可能性も十分ありますので、えー、まあ気をつけていきたいところかなと思ってますあとはね、じゃあこのセクターですよね、モビリティセクター、自動車関連の、まあ、いわゆるヒット銘柄の中で、他に割安の銘柄はないのかなってことをね、ちょっと見ていこうかなと思っています。で、ホンダですよね、まずはね。ホンダも今ね、えー、調査が入っていますので、まあそういった意味ではね、下がってはいます。同じような形で4月から下げトレンドですね。ただまあ、200日ね、 うん、まあ接近してないので、まあそういった意味ではね、まあ割り出すともまだ言えないかなと、僕だったらですよ。判断しますね。で、一方、松田ですよね。松田の方は、まあ200日を割ってきていますので、まあチャートだけ見るとね、まあ今回ちょっとファンダメンタルズは、ちょっと抑え、あ、抜い、抜い、抜いときますね。 ちょっとスルーをしまして、チャートだけで見ると、まあ200日上割ってきているので、やや他のね2年間に比べると、割安に接近しているのかなと思います。それから日産ですね。日産もね、結構安い位置にあるんですよね。これだけ見るとですね、まあこの1年チャートで見ても、結構ね、下がってきていると言ってもいいんじゃないかなと思いますし、これは1年、2年チャートか、2年チャートまで引き伸ばしてますね。2年チャートに引き伸ばしてみると、結構割安の位置まで、 下がってきてると言ってもいいんじゃないかなと思いますし、何よりね、利回りが4.39っていうのは大きいですよね、うん。他のところね、まあね、3、ホはまあ3.85でそれ、そこそこ高いですけどもね、うん、4.39っていうのは結構高配当だと言ってもいいんじゃないかなと思いますし、ここに200日がありますからね、まあそういった意味では、うん、まあ200日の帰りだけを見てもね、結構、まあ安い位置にあるかなと思いますね。まあこれ4名がの中ではね、特に、えー、日産が今回国交省の 調査を受けないんですかねちょっとこれ不確かです。なのでちょっとコメントでね、いやいや日産さんもしっかりと調査されますよという情報があったらですね、ぜひ教えてもらいたいんですけども、まあそういった意味ではね、まあ日産、ちょっと不祥事しにくいですからね、日産とミスミス同士はね、えー、このあたりは、あの、まあ知ってる人は知ってると思いますけど、今ちょっと不祥事しにくいので、もし、もしくはね、コンプライアンスが相当強くきつくてね、えー、不祥事に加担してない可能性も、 あります。逆に、ミスビジ投資がね、ここで、えー、ね、いや、実は我々もみたいになってくると、結構やっぱり変わらないのは、変わらないんだな、っていうことでありますけども、まあそういった状況で、まあ皆さんはね、あとはね、逆に、うん、コメントでですね、いや、どこが一番ね、いいか悪いか、あとちょっとファンダメンタルズ今回ね、見てないので、いや、ファンダメンタルズ的に見ると実はこうですよ、とかね、まあそういったことがありますが、もちろん私も日々、キャッチアップ中なので、 ぜひね、それを踏まえて勉強させてもらいたいなと思っていますが、まあ、トヨタはですね。まあ冒頭から話した通り、まあとにかくですよ。うん、これまで事情できなかった。そして、周りも事情を求めてこなかったっていうところが最大の要因になっていると思いますし、そうした中で、他のね、モビリティを含めた松田とかね、うん、まあ、まあ自動車産業全体にやっぱり影響を及ぼしたんじゃないかなと思っています。そういった意味ではやっぱりトヨタのトップランナーですし、日本を代表する企業なわけですから。やはりですね、ここでもう一度ね、 ただを引き締めて、本来の看板方式、本体の改善ですよね。そして本来のトップランナーとしてのプライドをもう一度取り戻してほしいなと。まあ、株価だけではなくてね。とは私は思っていますけど、皆さん、ぜひね、感想を聞かせてください。ということで、以上になります。高速で。